こんにちは。ゼロから始める資産形成コンサルタント、マレーシア在住の木野恵子です。 You can make your story、 あなたの人生は自分で作れるというコンセプトで、真の成功者から学んだ成功哲学を分かりやすくシェアしていくチャンネルです。お聞きいただいたあなたが自分の思い描く人生を送るためのヒントになりますように。はい、皆さん土曜日ですね。いかがお過ごしでしょうか。このチャンネルね、土日はちょっとねブレイクタイムとして、マレーシアのねことについてちょっとお伝えしようかなというふうに思っております。はい、で、ね、私は今マレーシアにいるんですけれども、マレーシアについてね感じたことをお話しします。マレーシアはね、私にとってすごくちょうどいいなっていうふうに感じています。で、マレーシアはもちろん初めてで、東南アジア自体ね、初めて来たんですね。で、初めて来たのが、昨年の4月、約1年とちょっと前なんですけれども、そこでね、初めて来て移住という、ね、ことになりました。で、移住してね、3ヶ月は慣れないとかね、ホームシックになるとかいうね、意見を言ってる方も結構ね、多くいるんですけれども、私もともとね、あんまりホームシックにならないタイプではあるんですけれども、もう来てからね、1日たりとも日本に帰りたいっていうふうにね、思ったことはないんですね。で、ね、いっぱいね、マレーシアのいいところっていうのはあるんですけれども、ちょっとね順序立てて言うのはちょっと難しいので、思いついたまま綴っていきます。で、一つがですね、ぼんやりと捉える世界が心地いいっていうふうにね私は思っています。で、どちらかというとね、日本にいる時っていうのはすごくね、今考えるとなんですけど、私はね神経が過敏過剰だったんですね。で、周りの出来事とか人とか人の態度とか気持ちっていうのにすごく反応するっていうところがあって、いち早くね察して、それにいち早く対応したいっていうふうにね思ってました。で、それがねいいようにも働くんですけど、仕事をねしてると結構ね気が利いたりとか、私は料理教室をしているので、生徒さんのね困ってることとか苦手なこととかをいち早くね察したりとか、どういうふうに言ったら伝わるのかとかね、そういうことを考えたりするのはすごくいいところでもあるんですけれども、それがね知ってる人でも知らない人でもいつでもどこでもね結構神経過敏なので、電車に乗っていても一人で買い物をしていても、なんかこう周りのことがすごく気になるっていうね感じでした。で、日本にいると当たり前なので、そんなにね別にこう過敏だなと思ってたわけではないんですけれども、マレーシアに来てすごくそのね違いが分かるようになりました。多分ねすごく周りに常にね神経を尖らせて、そして周りのね出来事に反応していたように思います。でね、もう耳も目も脳もね全開にして、ね、本当にこう周りのことをね早く察して、そこにね対応していかなくちゃっていうふうに考えていたような気がします。で、それがねマレーシアに来て変わったことなんですけれども、気づいたことなんですけれども、まずはですね、マレーシアのもう人っていうのがすごくいい意味でね人のこと気にしてないなっていうのがをすごく肌で感じるんですね。で、これはね旅行に来た人でも、もう着いた途端というかね、数時間いるだけでも、1日2日いるだけでもすごくね同じ感想を言ってくれる人が多いんですけれども、私のね私がどうしてねそのマレー人っていうのは人のねことを気にしないかってことを私なりにね理由を考えてみたんですけれども、多分ね多国籍国家なんですよね。多国籍ってことは多宗教でもあるんですよ。で、マレー人っていうのは、マレー系マレー人と言われてる人が7割弱、それから中華系マレー人って言われてる人が3割弱で、インド系マレー人って言われてる人が1割弱ぐらいの、ね、で基本構成されてるんですね。なので同じマレー人って言っても、ね、イスラム教の方と、中華系の方は仏教の方と、あとは、ね、インド系の方はヒンドゥー教の方とかね、宗教もバラバラだし、もちろん見た目も、ね、全然違う人たち、その人たちがマレーシアという国で、ね、共存してるわけなんですよね。そうすると宗教の違いで食べれるもの食べれないものも
違いますし、あとね服装もね本当に多種多様で、あのイスラム教の方はね皆さんご存知ですかね、女性はね肌を出してはいけないと言われているので、あの長袖、基本的に長袖と、まあ、長ズボンもしくは長いスカート、もう本当に足首とか見えないような長いスカート、そしてあの頭にはねヒジャブと言われるこう、ね、布をかぶってるっていうねのがあの一般的な姿です。まあ、実際ねマレーシアの方を見ているとイスラム教の方を見ているとめちゃめちゃ厳格ではないようで、あの手首とかね足首とか出してる方なんかはいたりするんですけれども、でも基本はねそのヒジャブをかぶってってね、あの長いね袖のものを着てっていう感じです。でご存知ねマレーシアって暑い国なんで、あのすごくねその本当にこあの私たちから日本人からしても本当に暑い日でも、あのもちろん長袖だし、さらにね素材もね結構そのずっと長袖を着てるとやっぱりこう体感温度がねなんていうのか低くなるっていうのかな、であの少しだけ、まあ肌寒い日なんかはもうセーターみたいなすっごい分厚いね生地のもの着てたりとかっていうのも普通なんですね。なので日本だとやっぱ季節が一定で、そしてそのルーツである民族もねほぼ一定な人しかいないので、すごくほら流行とか季節感とかに敏感じゃないですか、ね、なので例えば電車の中でね真夏ね今の時期にあの、まあ、ダウンコート着てる人とかいたら、あの人ちょっと大丈夫みたいな感じでついついなんかその批判してるつもりがなくてもなんか見ちゃったりしますよね。でどっかねあれなんでこんな格好してんだろうっていう風に思ってますよね皆さんね。でだけどあの本当にあのいつも暑いですけどこっちねマレーシアですけどすっごい分厚いセーター着てる人もいれば、あの、ね、その隣でもうあのタンクトップと短パンの人とかもいるわけですよ。それをね誰も何も思わないし誰も何も言わないっていう、それがもういろいろいて当たり前っていうのがすごく浸透してると思うんですよね。なので私が日本人でマレーシアに来ていても外国人っていう扱いをなんかね悪い意味ではされないんですよ。あのジャパニーズとか聞かれてイエスって言うとすごく親日なのですごくねあのあっつってこんにちはとか言ってくれてねすごくこうよくしてくれるんですけど、でもなんか英語が下手であることに対してあんみたいな言い方もしないし、あのなんかどうせわかんないでしょみたいなねそういう態度もしないし、あの結構ねあのどんな相手に対してもフラットに接してくれるっていうところをね感じるんですよ。だからあの自分が、ね、あの外国人であるっていう感覚がほとんどね住んでいてしないんですね。でこれはねあの旅行に来た方も言ってたし、もうすでにこちらにね何年か住んでる方も結構言ってましたね。なんか私たちの目から映るあの街の人はみんなねいわゆる外人さんなんですけれども、それでも街を歩いてってなんか日本にいる時のような感じというか、あの外国にを歩いてるなって感じが本当にしないっていうね、なんかとってもね不思議な国です。うん、でそのねこうなんか人を、区別差別しないっていう空気感の中にいることで自分が日本にいる時にいかにあの同じじゃない人、周りと同じであることを求め、同じじゃない人に対して違和感を感じていたか、ね、違和感のある視線を投げていたかっていうことをすごくね改めて感じました。で投げていたし投げかけられていたので、なんか常にね疲れてたんだなっていうふうにね感じましたね。うん、っていうね視線の部分、それからあとはね、言葉はねもちろん周りが英語だったりマレー語だったり、まあ、中国語だったりするので、こうぼーっとね自分がぼーっとしてる時に勝手に言葉が入ってこないんですよね。自分が何か伝えたいとか聞きたいって思う時にはね一生懸命こう聞こうとしてなんとか英語でね喋ったりとか聞いたりとかしてますけれども、そうじゃない時って人が周りの人が喋っててもほとんどこう分からない状態なんですよね。そうすると周りからの影響っていうのがもう本当に格段に少ないです。日本にいて日本語が入ってくるよりも。なのでなんかねぼんやりしか周りの状況がわからない、それがねすごい心地いいんですよね。なので私はねそこまで目が悪くないんですが 0.6 ぐらいなんですが、あのコンタクトをねあの使ってまして、もう日本では外出するときにコンタクトをしないってありえなかったんですよ。
もう必ず細部までしっかり見えてないと嫌だったんですね。なんですけど、最近ではコンタクトをしないで出かけることがすごく多くなって、で、なんだろう、こうぶつかっちゃうほど目が悪くないので、まあ、メガネを一応持ちつつ裸眼でね出かけて、なんとなくぼんやり見えてるぐらいでもいいやっていうね、世の中ぼんやり見えてるぐらいでいいやみたいなね感覚になってます。なので、なんて言いますかね、もう日本で疲れちゃった方っていうのはね、結構マレーシアに来るといろんな面で、まずは肌感覚としてそのギューッと締め付けられてたものがほどけていくようなねことを感じるんじゃないかなというふうにね思っております。なのですごくねマレーシアおすすめですという話でした。はい、ではね、今日はマレーシアのいいところについて一つお話ししました。何かね、あなたの人生のヒントになれば幸いです。プロフィール欄の最後にブログと LINE のご案内があります。そちらもご覧いただけたら嬉しいです。またゼロから始める資産形成コンサルタント木野恵子の公式 LINE にご登録いただきますと、マレーシア移住をするにはおすすめの3つの方法の動画をプレゼントしています。それでは本日もお付き合いいただきありがとうございました。また明日お届けいたします。